1937年、ジュゼッペ・ボッタイ・ジュゼッペ・ボッタイは、イタリア王国の政治家。恩賢派のファシスト党幹部で、文化政策の中心を担った。聖火は、祖父の代からの武道酒販売業者で、ローマで生まれ育つ。ローマ大学で学び、第一次世界大戦では、イタリア陸軍に所属した。戦後は、イタリア戦闘者ファッシに加わり、ローマファッシの指導的なメンバーとなった。 ローマ新軍では行動隊を率いて、政権奪取後の1929年から1933年まで、共同大将を務めたが目標を達成できなかった。第二次エチオピア戦争が勃発すると従軍し、エチオピアの首都アディス・アベイバの市長に任命され帰国後の1936年に国民教育省となる。1941年のアルバニア王国への進行時も従軍した。 1943年のファシズム代表議会のムッソリーニ会任に賛成したが、新政府には会議的で旧体制の復活とファシズムの崩壊を嘆いた。ドイツ軍に逮捕されかかったため、フランス領をアルジェリアに逃亡し、フランス外人部隊に志願し、ドイツと戦った。戦後はサハラに駐屯した後、帰国してローマに住み階層録を執筆した。ありがとうございます。